左にギュンギュンまでやんなくてもいいだろギュン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 もっとギュンギュンギュンしてこうぜギュンしてくれギュンナイスナイスショーナイスおーナイスでいいじゃないギュンです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 新しいネタできちゃった。ギュンです。左はダメ。どこもダメ。ギュン。ナイショー。ナイショー。完璧。完璧ですね。ナイス。ナイスショットです。ナイショー。結構長いね。長い。長い。飛んでるね。このちゃん。行きましたよ。行きましたね。私もちょっとあれ飛んでないんだよな。バンカー右だから左に先に。残り218ヤード。左のバンカーで160。結構ありますね。バンカー越えで180ぐらいだった。そうだね。まあバンカーのちょい右ぐらいに当たれば傾斜でちょうどいいかもね。はい。完璧だ。限界だ。限界か。限界でした。いやナイスショット、ナイスショット。当たんねえなくて、ちょっと左行ったらいいな。って感じ？うん。うん。右はもうだってやばいね。あ、ねえ右やばいよ。やばい。やばいよ。あ、離れたかも。ハンペナ。前からですか？ゆっこ上でやってますよ。やってますか？よし。ちょっとお腹空いてきたからね。そうそうそう。エネルギーが。食レポやってね。食レポか。いらっしゃい。ピンいくつですかね？ゼロ。やったいじめないでよふかしてますヤンキーヤンキーヤンキーでもバウンドしてたらいいよしじゃあここ行きますほんとうまいね、アプローチ完璧、まっすぐうまいうまいでしょうまい集中してんのよグズグズこっちが下りこっちが高く見えるあれ、スライスなのねうん、弱いね弱いね弱い重い意外と重いあでもフックあ、軽いフックで見ていいですかそうだねで出だしだけかもねうんあんま打たないうん速そうだから合わせよう、いいよ入った入った入った止まって止まって早い合わせてないじゃん、はいはいあ、入ってないじゃん、早いねー。てないおっとあるよ、うん。意外とちょっと切れた。意外と切れた、うん、ナイスナイス今フックしてましたよね。なんかね、ボールが…スラスラスラ。え今フックしてるね。いや、スラだよ。スラ、ね、私ここ…まっすぐ行った、ジンちゃん。ここに打った。じゃあスラそっか。なんか出玉がね、なんかね、そんな
そんなだった。うん、スライスっぽく見えなかった。で、こっちはスラだよね。こっちはもうスラだね。ナイス。あ、じゃあまあ、何？ダボ。どこ？じゃあ、また一番。私たちボギー。ボギーです。最後。サンダさん。頑張ろう。サンダさん。なんで左に立つんですか？右に向いて打ちたいので、うん、左怖がってるんですね。左嫌です。でもこれ左ダメだね。うん、右打たないと。いいね。寒い。行けば大丈夫。そうですか。でもめっちゃ逃げるやん。でもフォローしなかった。うん、大丈夫。めっちゃ逃げるやん。問題ない。笑っちゃったもん。問題ない。普通にまっすぐ狙いたい。あ、ちょっと右だけど。もう大丈夫。オッケー。ナイスショ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 ー。今日だいぶ寒いね。寒い。朝は寒かったね。太陽がね。でも日焼けしないから。あ、そう。はい。これしなくてずっと思い出す。日焼けしなくて。右手日焼けやばくて。頑張る。すごいな。やばい。こっちの方がやばい。いい感じだね。あ。おばあちゃんみたいな。シワシワ。左はグローブするから。そっか、吸ったりしてる。お、あの後ろですね。黄色は。わ、わお。私あっちだ。ちょっとつま先上がりだ。え、わあ、つま先上がり。これ長いよ。めっちゃ長い。でも。ナイス。よきよき。ナイス。イエーイ。じゃあアプローチ頑張ってください。とりあえず乗せたい。とりあえず乗せたら OK。 いやー、でもつま先上がりね、超苦手なんだよ。どうやって打てばいいんだろうね。あ、でも開いて打つのが気持ちいい。5番ユーティリティで打ちます。これが開き気味で、やべえぞ。あいつらやべえぞ。バイバイ。もうちょっと後ろ重心でもいいのかな。後ろ重心。少し、はい。やっぱどうしてもちょっと前になりやすいから、つま先上がり。後ろになりやすいのかな。ちょっと分かんなくなってきた。それは多分ダフってるから、ちょっと前になりすぎてる、うん、すぎてるかもしれないね。はい、まあでもこっからだから。そうっすよ。まだ寄せちゃうんだから。寄せちゃうの。ドライバー以外一番最高。やっちゃうよ。エンターテイナー最高。もうじゅんちゃんがね、この店の作ったから。そう、今はね、一回やったから。もういいでしょ。あれわざとだから。なるほどね、さすがエンターテイナーだわ。まあね。まあね。いい音。うん、おー、ぴったりだね。ナイス。ナイス。ナイス、太鼓さん。いい音。ありがとうございます。30秒ぐらい。はい。でもね。
言ってもね。まっすぐだったら続いてもいいんだろうな。あすごい。あれ、え、なんで左に行っちゃったよ。芝目すらだったんだけど、あれ左行っちゃったじゃん。今予定ではそこから右に行くと。そうだよね。え、わかんない。こっちが、まあでもフックなのかな。うん、フックはフックだと思います。でも言うほど、言うほど切れない。スピンですよ。フックスピンがかかる。あ、フックスピンかかったよね、絶対。絶対じゃん。せんちゃんパターン上手いからな。距離感、今日バチバチだもん。バチバチですからね。おー、しっかり打った。おー、おー、すごい。ナイス。めっちゃうまい。あれ抜けちゃったなと思ったら。打った。ピンは結構打ってたよね。結構打ったよ。結構オーバーしちゃうかと思ったもん。あー、入った入った。だー。見て見て、ゆっくりゆっくり。あ、ちょっと今やばかったもん。今ちょっと気持ち出ちゃった。ナイス、オッケー、ボキーボキー、押しよ。うん、食レポ頑張りましょう。めっちゃ得意だもん。全然得意だもん。え、そんなに表現力豊かなの。超豊か。顔で伝えるよね。顔で伝える。言葉はいらない。なるほど。限定ランチメニューでございます。でも4月23日前だからあれかな。はい、こんな感じです。すごいね。ありがとうございます。プレートが、かわいい手前だ。スープはポロネギとジャガイモのスープ、うん、はい。で、この小鉢が豆乳寄せで、上がポン酢のジュレで、これしていただいて、これも好きです、ね。はい、温かいほうじ茶もらっていいですか。はい、もう一つ。あ、私もう一つ、三つ。すごい。どうしよう。どっから手つけよう。じゃあお二人は前、あの前半負けたということで食レポをしていただきたいと思います。あ、これでかい。すごいね。期間限定の女性限定ランチです。すごい、ありがとう。めっちゃね、なんかもうお花すごい。三色団子とか。本当だ。あ、そう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 。もうちょっと、ね、もうちょっともうちょっと寄せて寄せて寄せて。あ、これです。お花見ですわ。とか。じゃあゆっこちゃんからいきますか。はい。まず私ちょっと気になっちゃったのが、はい、豆乳寄せ。はい。ポン酢のジュレージュレです、はい。豆乳甘いのかな。 甘くてポン酢がいい感じの酸っぱみなのかなって思って食べてみます、はい。さてさて、カレーは美味しい。うん、あ、さっぱり、さっぱりだわこれね。大きいスプーンで一口でいっちゃいたい感じ。前菜、前菜にめっちゃいい。サクッと食べる。胃をね、保護してくれる感じかな。優しい。なんか急に専門的。歯がなくてもいける。うん、って言った。美味しいよ。うん、手まり三色団子風のお寿司を。うん、かわいいね、プチサイズ。じゃあ左から、はい、順に。マグロですね、これは。マグロですね。プチッと、プチッと。では、これ一口サイズで、ね、一口でいかんと。わさびはいらない。
酢飯の感じとかどう？お寿司。お寿司。寿司丸いから。ちょっと感想がなんか出てこないんですよ。サーモンもいきますね。サーモン好き？サーモン大好きです。むいちゃう。むいちゃう。お願いします。どうですか？うん、おいしい。おいしい。今ママが出てきました。酢飯、うん、お酢の感じどう？ゆうこ、お酢の感じどうか。ないです、確認して。あんまない、うん、ちょっとイカに私イクラ乗っけちゃうよ。おしゃおしゃ。イクラ乗っけちゃうよ。イカ、はい、イカ、イカ、イクラ、イカが。やばいやばい、イカ。やばいかが。いかがですか。やばい。うん、いくら結構味する。ほんと、うん、なんか少ししか乗せてなかったのにいくらの味がめっちゃしっかりしてる。うん、いかもねすぐ切れる。すぐ切れる。柔らかい。うん、おいしい。酢感じるよ。酢飯だからね。うん、おいしい。パクッと食べれます。ヘルシー女性限定ランチでございます。今回のヘルシー、うん、うまい。食レポお疲れ様です。ありがとうございます。ひつまぶしです。うん、すごい。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそうです。食べたい。食べましょう、これも。食べましょう、これも。美味しそうです。そうです。お花、うん、お花。本当だ、このお花食べれるんですか？食用ですね。うーん、何のお花かわかりません。ちょっとね、マグロは食べちゃったんですけど、もうイクラ、イクラ大好き。デンちゃん、痛風大丈夫ですか？そうですね。多分尿酸値が大丈夫だと思いますよ。うん、イクラの味がしっかりしてます。でしょ？うん。それって酢飯なの？うん。うん。うん。なちらし寿司風？うん。葉っぱの下には卵、卵があって、うん、かぶ。で、サーモン。ちょっとね、うん、よき。なんで追加で頼んだこちら、うなぎね。どうだった？食べちゃってる。めっちゃ分厚いんですよ、うなぎ。おお、美味しい。お茶漬けですね。お茶漬け風で、うん、美味しいね。ふわふわ。うん、静岡うなぎ有名。確かに三島とかさ、うん、そうだ、三島ってその辺ですもんね。うん、三島通ってきたね。うん、通った。じゃあ後半、後半も、後半どうしようか。ペアは一緒でいく。はい、うん、じゃあこのペアで、そうだな、引き続きやっていきたいと思います。はい。